ミッションインポッシブルゴーストプロトコルはトライに似てる話、ゴーストプロトコルは、映画のトライと似ている話、まだ見てなかったので、ゴーストプロトコルってね、ミッションインポッシブル、トム・クルーズのやつですね。で、面白かったですけども、結構ね、簡単になってましたね。簡単って、あんまり筋がこう複雑にならないで、比較的分かりやすくなってると。うん。それでね、究極の目的は何か。これね、トム・クルーズのチームだけど、イーサンのチームだけど、まあ最初はこの政府からね、これやってくれって言われて、で、やるんだけど、ロシアの核兵器の発射コード、まあ、発射ボタンみたいなもんですね。発射コード。これをですね、まあ盗み出せというか、あるいは自分たちが先に盗んで、相手に盗まれないようにして、この、使われないようにしようってね。うん。で、これ、イーサンの土地はアメリカ政府だからね。ロシアが核兵器使ったら、そう報復しなきゃいけないから、そうするとまた報復されて、結局、核体制になっちゃって、両方とも、まあ、焦土化されるからね。これ、どっちにとっても、利益にならないから、普通やらないんだけど、万が一、ロシアの核発射コードが誰かに盗まれて、で、それがテロリストとかで使われたら、米ソの、まあそうじゃないけど、米ロのね、世界大戦になっちゃって、両方ともなくなるっていうね。で、それを防ぎたいから、発射行動を抑えろっていうね。でも相手よりも先に盗み出せっていう、そういう、最初の、筋立てで。で、それは大きくは変わらないですね。発射ボタンをね、抑えろっていうのもあるし、発射された後のミサイルを無効化しようっていうね、そういうミッションに変わっていく、こともあるんだけど、まあ、基本的にはあまり、変わらないと。ロシアの核ミサイルを抑えろってことだね。で、それって、すごくなんか、シンプルですよね。一瞬聞くとですね、そんなことあるわけないじゃないかと。ね、そんな盗まれるような管理してないし、なんていうんですか、そんなね、簡単なミッションというか、そんな分かりやすいミッションね、いくら映画とはいえですね、そんなの嘘っぽいよみたいなね、そういう感じもあると思うんですよ。ミッションインポッシブルはもうちょっとね、複雑なミッションなんですよね、もともとね。細菌テロ兵器とかね、化学兵器テロ兵器テロとかね、それを防いだりとか、まあ、核テロに比べたら、そこまで複雑、そこまで簡単じゃないですよね。だから、あれなんだけど、このね、ミッションインポッシブルの、まあ、ゴーストプロトコルだから 4作目ですね。これね、すごくお話がシンプルというか、うん、目的はすごくシンプルなんだよね。ロシアの核兵器が盗まれちゃったんで、それを抑えろっていうね。そういう話なんで。だから、見てる人にすごく優しいと言いますか。うん。でね、なんでかなと思ってちょっと売り上げとか調べてみたら、やっぱね、ミッションインポッシブルはね、3かなんかで、興行収入が落ちてんだよね、ガタンと。私ね、3が一番面白いと思ってて、3が一番好きなのね。今まで見た中ではね。で、3が当然面白いから、4に当たるゴーストプロトコルだって面白いに決まってると思って、中古 DVD 買ってきてね。見てなかったら見たのね。ちょっとシンプルすぎて、あれかな、みたいな感じで。確かにアクションとかすごいけど、脚本としてね、このミッションがシンプルすぎて、今度はちょっと嘘っぽいなみたいな感じ、と思うんですね、通常はね。だけど、
見てるお客さん、映画館で見てるお客さん2時間しか見ないし1回しか見ないし、言語だってね、そこまでネイティブの人ばかりが見るわけじゃないから、だからあんまり込み入ったね、ことにしてると数字がわからないと、この人って一体今何やってんだっけとかね、この敵ってなんで切れてんだっけとかわからなくなるっていうね。だからミッションインポッシブル3でね、ちょっと興行収入が落ちたのかなと、私はちょっと邪推してますね。それでね、4にあたるゴーストプロトカルでは2011年、これはね、よりこうシンプルにして、ロシアの核兵器っていうような、米ソ冷戦があったからね、誰でもこれ知ってるような、で、核兵器だから、使われた時のね、規模とかも、まあ大体想像できるわけですよ。どでかいって、都市が丸ごとね、なくなるみたいな。化学兵器のテロとかだと、まあ大小あるから、その一区画だけがね、全員死ぬとか、あるいは国丸ごと死ぬとか、あと感染症に絡むとですね、どこまで際限なく広がっていくか分かんないってね、パンデミックだから。からよく分からないんだけど、まあ、核テロの場合はね、分かりやすいと。国家の都市がいくつかなくなるなっていうね。で、報復があるなっていうね。勘違いして報復しちゃうなみたいな。トータルフィアーズみたいな感じですね。でね、すごく分かりやすくしてんだなと思って。まあ見てる観客の人がね、途中で分からなく なっちゃ困るから。最後までこう一貫した目的のためにイーサンが動いてるっていうね。で、それがね、他の面でもいろいろと工夫されていて、つまり分かりやすく、あんま複雑にしないっていうね。アクションは複雑ですよ、確かに。アクションはいろんな手を変え品を変えね、見せるんだけど、脚本自体はそんなに複雑にしてないっていうね。誰でも途中からでも見ても分かるみたいなね。はい。でね、それが行き届いて何かって言ったら、ミッションインポッシブル3まではね、イーサンが変装するんですよね。で、変装するときも、普通のヒゲをつけるとかじゃなくて、全面マスク、顔全体をラバーマスクみたいにバコってはめちゃって、で、そこにもう化粧とかしてあるから、完全に、その人になりきってる。骨格とか関係ないわけね。まあ、背の高さとかね、は関係あるけど、もう顔の形の基本的に骨格とか関係なくて、つまり似てない人にも似せることができるってね。太ってる人にもトム・クルーが変装できるっていう。しかも映画だから、そこは嘘つけるから、つまりその役者さんにトム・クルーズの変装後の姿をやってもらうっていうね。だから完璧なわけ。絶対に変装だと見抜けないわけ。で、声まで変えちゃうからね。はい、それで実はこの人イーサンでしたみたいな、ガボってね、こう全面マスク取って、で、あと正体ばらしてやーいみたいな感じ、ね、で、そういうねトリックが何回かあって、でミッションインポッシブルシリーズでこれがデフォルトなんだなと。つまりイーサンはもともと変装のプロなんだけど、変装とねアクションのプロなんだけど、その全面ラバーマスクというね、最新の科学技術で作られた、これ、まあ、世界にないと思うんだけど、まだね。もう、それを被るとですね、近くから見ても、変装だとバレないっていうね。そういった技術があるわけ。変装のスパイ技術があるわけね。で、それはね、今回、インポッシブル・ゴースト・プロトコルでは使ってません。一切使ってません。E さんがラバーマスクを被ってて、実は E さんでしたよ、みたいな。パカって取っちゃうってね、それはねやってません。マシンはあるんですよ、マシン。つまり顔写真から、速攻でね 3D モデルを作って、でラバーマスクをこう削って、で彩色して自動でね、であとは被るだけっていうふうに、つまり数十分でこの変装用の完璧にラバーマスクを作ってしまうっていう、こう 3D プリンターみたいなのあるね、ポータブルの。それ2台ぐらい出てるんだけど、途中故障したとか言って止まっちゃうわけ、機械が。だからこの作品世界としてイーサンのチームはその変装用の 3D プリンター持ってるんだけど、あえて使わないっていうね、故障したというね理由をつけてあえて使ってないわけ。使ったら簡単なんですよ、取引のね偽装してるから、取引の相手にこう
騙すようにしてるんだけど、その 3D プリンターが壊れたから2台とも使えないってそんなわけないだろうってことですよね。でね、それやってるわけ。うん、ちょっと変ですよね、ここね。だけど、これは、もう使えませんよと。少なくとも、ゴーストプロトコルの中では、全面ラバーマスクの変装はしませんと。こう宣言してるわけね。うん。で、なんでかなと思ったら、やっぱさっきの、やっぱ3でね、複雑になりすぎたんだよね、トリックが。E さんが敵のね、ボスみたいなやつに変装したりとか、いろいろやるわけ。だから、見てる人はね、騙されるわけ、何度もね。で、しかも騙されるっていうのは、ちょっと帽子かぶってるとかね、だけじゃないから。ヒゲとかだけじゃないから。完全にわからない、それとわからない変装してるから、完全に騙されるわけね。それで、騙されたこともあんま気づかなくて、なんか E さんが顔の皮剥いだら、あ、じゃあ敵のボスが顔の皮剥いだら、中から E さんが出てきたぞ、みたいな。もうそこで筋が分かんなくなってね。うん。詳細見ればね、筋分かって面白いんだけど、映画館で一回見ただけだと、あれあれみたいなね。どっからイーさん、中身イーさんだったのみたいなね。そういうのになるし、やっぱちょっとこれ不評だったのかなと。映画館で見るにはちょっと 不評というかね。はい。だから、やっぱり、ゴーストプロトコルではそこやりませんよと。ね。変装するにしてもトム・クルーズがつけひげ してるだけだから、わかるでしょってね、見てる人は。ああ、これトム・クルーズだよなと。つけひげして帽子かぶってるけど、まあ、変装なんだなってわかるから。はい。というふうにしないとね、せっかくトム・クルーズを見に来てるファンが、なんか太ったおっさんとか見せられても嫌なんですよね。お金払ってね、トム・クルーズが、こう敵のアジトとかに侵入してうろうろしてね、作戦やるんであって、それはハラハラドキドキなんで、完璧にこのラバーマスクで変装しちゃうと、普通のおっさんだから、悪そうなおっさんだからね、普通の他人だからね、だから、トム・クルーズ出てこないのかみたいになっちゃうから、ああ実際中身トム・クルーズなんだけど、見た目は別に普通のおっさんだからね、だから、時間もったいないぞみたいなこともあるし、それでね、ラバーマスク禁止してんのかなと。そう思いましたね、私はね。それで、映画のトライに似てるぞって話なんだけど、まずね、ゴーストプロトコルは2011年に公開ですね。で、映画の公開は2003年に公開なんですよね。はい。それを踏まえて、まずね、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルは、E さんがね、牢屋で捕まってるシーンからスタートなんですよ。うん。まあ、その前にちょっとありますけど、E さんがね、出てくるシーンは、牢屋で捕まってるシーン。で、トライもです。主人公の、詐欺師、伊沢っていうね、織田裕二の役の伊沢がですね、海外の牢屋で捕まってるっていうね、そういうシーンから始まってて、これ共通してますよね。主人公が牢屋で捕まってるシーンからスタート。それからですね、目的は軍の兵器を騙し取るっていうね。軍の兵器を盗み出す、あるいは騙し取ることが目的なんですよ。これは両方とも共通してます。はい。でね、他にもいろいろありまして、その刑務所で仲良くなった男を、に協力してもらうっていうね、筋。これも一緒ですね。刑務所の中で仲良くなった男に手引きによって、まあ、仕事をね、できるっていう、そういうこともありますし。それからね、トライではですね、トライでもどっちもそうなんだけど、貨物列車みたいなの出てきますね。貨物列車。兵器満載の貨物列車みたいなの出てきますよね。要するに軍絡みなんだけど、それが出てきますよね。うん。それからですね、兵器の取引を正常に行うように偽装するっていうね、トリックが出てきますね。
両方とも兵器をね、両作品ともね、兵器を、軍の兵器を騙し取る、あるいは奪い取るっていうね、目的なんですよ。片方はロシアの核発射ボタン、もう片方は、トライの方は日本軍のね、軍用の兵器ですね。これ革命に使いたいんだけど、まあ両方とも兵器を盗み取る、あるいは奪い取る、あるいは買い取るとかね、ことなんですね。それでね、その時どうしたかっていうと、ゴーストプロトコルの方では、こう発射コードをね、売買してるんだと。盗んだやつが発射コードを他のテロリストに売買するっていうね、情報が入ってて、でそれを使っちゃおうと。つまり盗んだ方っていうのもバックの組織が大きいから、普通にね強奪に入ったらそれは拳銃でね撃たれちゃうから、 E さんのチームはそこまでね、あの支援が強力じゃないんですね。うん、だから襲っててこのもう逃げられたら終わりなんですよ。こう E さんのチームがここにビルに襲いに来るぞっていうことがバレたら、そこを逃げられちゃって、でもう二度と追えないっていうねことになるんで、正常に取引によってその発射コードを買うみたいなことやるわけ、っていうことをしたいわけ。でも変装して相手の取引型にこう化けて、で顔を知られてないから、記載でなかったから、このそのアポの時間に行って、でいや買いに来ましたよみたいな感じ でダイヤとか渡してちゃんと買うっていうね、こういう偽装トリックをやるわけね。でこのトライの方もですね、軍の兵器を奪うんだから、それはね強奪とかできないから、軍人守ってるからね、だから正式に買うっていうね。だけど軍だってそこら辺の馬の骨には売れないですよね。いくらお金積まれたってね。兵器だから。軍用の兵器だからね。だから、変なとこ売っちゃうと国際問題になっちゃうからね。で、このトライの方では、ウィザーのね、詐欺チームはね、この、愛信神楽っていうその、皇帝みたいなね、人。のそっくりさんを連れてくるっていうね、愛信神楽の皇帝のそっくりさんを連れてコスプレさせて変装させてて、あこの人がね愛信神楽ですよみたいな感じで、でじゃあこのね貴族というか皇族だったら、まあしっかりした話だから、うん、じゃあ売ろうかみたいになるわけね。はい、つまりこの貴族が来るってことは当然軍ともつながってるから、あ軍が欲しいんだなみたいな感じで、相手の国の軍がねちょっと融通してくれみたいな感じで裏でね、じゃあしょうがないよ、しかもその来てる取引相手が、貴族皇族だからね、まあ、これはもう断ったら困る、断れないから軍のもね売るわけですよ。でも実はそのね連れてきた男がただのそっくりさんだったっていうね、これも取引相手を偽装するっていうトリックですよね。だから同じなんですよね。軍の兵器を奪うってことは確かなんだけど、ちゃんとした取引に見せかけて騙し取るっていうね、ことをやるわけ。うん。